疲れたな。なんせこういうのは久しぶりだ。わからないやつだ。なぜ俺たちのために命を懸ける。言ったろ、俺は罪滅ぼしだって。どういうことか話せ。俺はかつて教団に手を貸していた。ああ、やっぱりか。お前らを助けたって過去がチャラにならないのは分かってる。それでもこれ以上犠牲者を増やしたくない。ならもっと真面目に働け。従者にしちゃ厳しいな。地獄からの脱出だ。新鮮な空気が俺たちを呼んでる。ポルフィン、ここまで来ればついたも同然。あともう一息ってところだ。どうした？ずいぶん久しぶりだな、ルーキー。クラウザー少佐、あんたがなぜここに？どういうことだ？盗まれた品の奪還、そして逃げ出したネズミどもの始末。楽な仕事だ。アシュリーもあんたの仕業。なかなか察しがいいな。教えたはずだぞ、ナイフの方が早いとな。やるな。操られているのか。教団も虫も関係ない。全ては俺の意志だ。遅いぞ少佐、正気に戻れ。俺ならこれ以上ないほど正気だ。さあ、成長の成果を見せろ。あんたほどの軍人がなぜ連中の言いなりになる。なぜ出た。2年前に何が起きたか忘れたか。オペレーションハビエか。部隊が壊滅した。どうしても残りもない。ただ圧倒的な力で。それと同じものを俺が目指して何の問題が。クラウザ、ここまでだ、ルーキー。あの頃から少しも変わっていない。期待外れもいいところだ。俺はもうダメみたいだ。世界中のレディーたちが悲しむな。もう喋るな。これを持ってけ。俺の研究室の鍵だ。行って取り除くんだ、その寄生体を。助けろ、アシュリーよ。本当はクソみたいな人生だったが、でもお前、どう思う、アミーゴ。人は変われるよな。